はい、YouTube リー YouTube リー。はい、今回もゆうてくエンターテイメントさんから斉藤錦くんがゲストでやってきてくれてまーす。 YouTube リー YouTube リー、斉藤錦でーす。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。で、今回はですね、女性声優の方が男性をやることによって、うん、すごくね、声の幅とか芝居の幅が増えていくんですよ。で、なんでかっていうと、やっぱり女性声優さんがやる、うん、女性のキャラクターって特にアニメのね、誇張したキャラクターだと、うん、あんまり幅が出せないっていうか、やっぱり萌え萌えしてるキャラとか、あんまり幅が出ちゃうとキャラから外れてしまうんですよね。そんなに幅がないところで芝居をするしかなくなってはしまうんですよ。でも、ここで男性ってなったら、やっぱり男性って簡単に言うと、まあ、肺活力とか、その体とかも女性よりは、まあ、全然、強かったり、大きかったりはするじゃないですか。やっぱりその分、出さなくちゃいけないんですよね、声と。ボリュームも出さなくちゃいけないし、圧も出さなくちゃいけないし、で、まあ、そうすることによって今までのタカが外れていろいろ出せるようになると。で、それを女性のね、本ちゃんのキャラクターでやると、さらにそのキャラクターの幅が増えてきたりはするので、やっぱり一度女性の方は男性の声が苦手っていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、逆に翻訳としてそれを取るんではなくて、芝居のスキルの上達のために、男性キャラをやるっていうのはすごく大事なので、まあ、それをやっていこうかなと思います。はい、大丈夫かな。はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。ちゃん、おはよう。ああ、鈴木のおじさんと NBA の話しながらマラソンデートしようか。しません。なんでや。昔は鈴木のおじさんの話面白いからもっと聞かせてや。おじさんが代わりのパパやったらよかったな、キャハハって言ってたよ。ないかん。そんなことは言ってないし、私関西弁で喋らないもん。多分聞いた人は一目瞭然だと思うんですけど、安藤さんのね、勢いが上がったとは思うんですよ。やっぱりそこって女性を演じる時のやっぱりタカが外れる、まあキャラクターもあるのかもしれないですけど、そこは外れて、まあ出しやすい声っていうか、まあそこを使って、演じられたので、すごい勢いがあってね、うざさ 100% みたいなね。うざさ 100%? ああ、そうか。うざさ 1000% それ言うと怒られちゃう。1000%、はい、そうですね。まあ、ああいう形で、まあ、できると、いいんじゃないのかなとは思いましたね。やってみてどうでした、安藤さん的に。私的にはですね、まあ、おじさん、しかもうざさをもっとプラスしてくださいって言われていたので、うんうん、あ、なんかもっと音域の幅を思いっきり広げなきゃなっていうのはイメージして、うんうんうん、あと、まあ、かおりちゃんに大好きなんだよみたいな、うん、一緒に走ろうかみたいな感じのイメージをもうちょっと膨らませてやりました。はい、はい、まあ、なんでね、そういうキャラクター作りもありますし、まあ、男性をやるっていうところのそのボリュームだったり圧だったりっていうのがすごい出せるようになるので、女性声優の皆さん、怖がらずやってみましょう。はい、そんなにね、男性声優みたいな声を出すっていう必要性はないので、いわゆるその芝居を真似てみるとか、まあ、芝居ってこうブレスの位置だったりとか、まあ、語尾とか語頭の上げ下げだったりとか、あとはまあメリハリですよね。メリハリと、あとは、まあ、これちょっと別の話になっちゃうかもしれないですけど、そのメリハリ と、どういう風なキャラなのか、まあ、それを意識すると多分読み方とかも、どこで立てるのかとかね、まあ、そういうのが変わっていくと思いますので、女性だけじゃなく、まあ、男性もやっといてもらえるといいのかなと思います。で、男性で、まあ、男性が女性声優のやるのはやっぱり声的に無理があったりもするので、その場合はあんまり声を「私ね」とかなんか作んなくていいので、まあ、自然な形で女性のこういう芝居をちょっと見習いたいみたいなね、うん、そういうところがあったら真似るのはいいんじゃないのかなと思いました、まあ、ちょっと補足でしたけど、はい、はい、まあ、今回はそういう形で女性声優の方が男性を演じたらどうなるのか、
まあいい感じでね、迫力の出る芝居ができたんじゃないのかなと思ってます。なんかクエスチョンな感じになってきたりしますけど、さて皆さんもどんどんやっていきましょうね。はい、ではプリオース。始まるよ踊る隙間風、ほらね油断も隙もない。